ボスバトル決勝戦始め。さあ、もうこの対決はテレビでもおなじみですね。ガンダムとシガンダムとザクの戦い、アムロとシャアの戦いでしょうか。さあ、ビームサーベルで相手を倒していくと思うか。あ、取りましたね、取りました、取りました。あ、はい、はい。お、さあ、あのザク2から出ているコードを掴んで引っ張っていこうというところでしょうか。さあ、ザクの方はあのヒートフォークをうまく使って相手を倒していきたいが、さあ、下から行くが、ガンダムの方は相手の後ろに回り込もうというところ。さあ、一旦しゃがんでいるのは、これは相手の攻撃をディフェンスしているときに、しゃがんだ方が安定感が増すということで、ちょっとしゃがむという形になりますが、はい、あー、出たー、ありがとう。さあ、これでザク2、ワンダウンを奪った形でやります。さあ、3ノックダウン制、3分3ノックダウン制でやります。試合時間は残り1分49秒というところです。はい。さあ、おっと、ガンダムの方は V アンテナが取れている。さあ、これは大丈夫でしょうか。ちょっとガンダムの方が若干ロボットの調子がおかしくなったようでありますが、さあ、ザク2の方は物体を動かしてきれいに赤く光っている。はじめ、再開です。はじめ、さあさあさあ、おっと、これはちょっとさっき落ちた衝撃で足の形がおかしいです。壊れたかもしれませんね、もしかしたら。待て、これは、さあ、ここで、これは、さあ、レフェリーが現在時間を止めている。残り40秒であります。立ち上がった時の足の角度がね、はい、左右で違ってましたからね。ちょっと足の付け根あたりが壊れたかもしれませんね。さあ、やはりこう二足歩行ロボットですから、一、はい、つのこう部品が壊れていくと、はい、こうなかなか動きがうまくいかないと、あのいうのもありますが、人間と同じですけど、はい、足首とか膝痛めやすいんですね、はいはい、どうしても力がかかるところですので、で人間の場合はね、足首痛めた時にちょっとこう片足に体重をかけながら、はい、なんとか歩くっていう、ね、はい、ことができるんですが、はい、ロボットはまだまだそこまでね、できることがないんです。あー、なるほど、なるほど。ただいまの試合、申告により勝者ザク2。